そして3つ目、鳥取県男女共同参画条例について伺います。倉吉市の小中学校におけるスタミナ納豆の歌の歌詞の一節、女子力に関する事案が全国でも話題となっております。さて本題に入ります前に、鳥取県男女共同参画条例についてでありますが、本条例は平成12年12月県議会において議員提案され可決成立したものであり、全国で5例目、議員提案としては全国初の条例ということであります。条例の基本施策のうち、県民等から苦情等の申し出を審査する、鳥取県男女共同参画推進員の設置が特徴的とされており、過去の県議会の議事録を遡って読んでみますと、浜田妙子議員より男女共同参画のオンブズマン制度と称賛されておりました。条例の規定により全県議会議員にも意見書が配布されましたので、議員の皆様はご承知とは思いますが、議長のお許しまた新聞社の許可を得まして、2つの新聞記事を議場の皆様に配布させていただきましたので、ご覧いただけますでしょうか。こちらの A さんのやつですけれども、まず、簡単に説明しますけど、まず左側、令和2年1月23日の日本海新聞の記事でございます。おいしい楽しいスタミナ納豆、倉吉出身バンド、歌作成、聖徳賞で披露。でも記事を若干抜粋しますと、歌を作ったのは5人組ガールズバンド、マーブルキッズ。メンバーも家で作るなど好きなメニューだといい、地元の誇りとしても、地元の誇りとしてもっと発信したい。市教委に持ちかけた歌は、納豆を食べるよ、納豆を食べるよ、筋力つくし、女子力上がるし、とアップテンポな曲調で魅力をアピール。市では今後もスタミナ納豆の日に全小中学校で給食時に CD を流す予定と言い、ボーカルのアッコさんは曲を聴いていっぱい食べて子供たちに元気になってもらいたいと話した。ということでございました。ところがちょうど半年後、右側でございますが、7月23日掲載の記事になりますと、小中学校で流れた曲の一節、女子力、固定観念を助長、男女共同参画推進員が指摘という記事が載っております。そして最後の部分ですけども、内容を読んでいただきたいと思います。最後の部分、2月下旬に推進員の聞き取りがあり、CD は回収、市教委はマーブルキッズに歌詞の変更を依頼している。野川副知事は、この件に限らず、普段見過ごしがちな言葉についても考えてみたいと述べたという記事、2つ並べさせていただきましたが、半年間で非常にポジティブな記事からネガティブな記事になったということで、ご披露させていただきました。そして、このニュースでございますが、ネット上でも話題となりまして、倉吉市出身、台湾在住の指揮者、徳岡直樹さんや、海賊と呼ばれた男、永遠のゼロなどの作者、作家の百田直樹さんらも、表現の自由の侵害ではないか、公権力による検閲ではないかとの意見を公表されております。以下、男女共同参画、以下、鳥取県男女共同参画センターのウェブサイトから、引用を抜粋して引用したいと思います。小中学校で流れている歌についての苦情、小中学校の学校給食で流れている歌の歌詞について苦情申し出があり、令和2年2月6日より計5回推進会議を開催し、調査及び審査を行いました。申し出の概要としましては、申し出者は個人、これは匿名であります。対象者は県関係機関として知事、教育長。主な申し出内容としましては、スタミナ納豆の歌というか、歌が学校給食のスタミナ納豆の提供日に倉吉市内全ての小中学校で繰り返し流されるとの報道があったが、この歌の女子力が上がるというフレーズは女性の固定、観念的なイメージを助長する恐れがある。職員がそのことに気づかなかったのは行政職員の男女共同参画の理解不足によるものであることから、県として行政職員に対する男女共同参画の理解を進める研修が必要。これが申し出でございます。そして審査結果といたしまして、レベルとしましては意見公表を選択されました。で、内容を申し上げます。女子力が上がるというフレーズは、女性の固定観念的なイメージを助長する恐れがある。男女共同参画の観点から問題なしとは言えない歌詞を含む歌について、教育現場から本申し出と同志の指摘がなかったことを県は重く受け止め、以下のような施策を取るべきと考える。1、教育現場において児童生徒に性別による
固定観念に基づくイメージを植え付けてしまうことを避けるために、教職員に対する研修を徹底すること、2、県民を啓発するため、県及び市町村の職員を含む県民に対し、男女共同参画の視点に立った研修プログラムを提供するなどの活動をこれまで以上に推進すること。3、今後県が作成する研修プログラムの題材として、今回の事例を活用すること。以上でございます。この最低要因を要約しますと、学校現場で流す歌に問題がないとは言えない歌詞があることを教職員がスルーしたことが問題だから、県は今回の事例を活用して職員を指導しなさいということであります。女子力という言葉が社会的に認知されたのは、2000年代初頭に漫画家庵野萌子さん、彼女はシン・ゴジラ・エヴァンゲリオンなどの庵野秀明さんの奥様であります。彼女のエッセイが初めてであると言われております。また、2009年にはユーキャン新語・流行語大賞にノミネートされております。ウィキペディアによると、女子力の定義は、女性が自分の生き方を向上させたり、自身の存在を世の中に示すために使う力を示す、指す言葉。ただ、明確な定義はなく、主に女性らしい態度や容姿、女性ならではの感覚、能力を生かすことなどを指すとされております。お昼の NHK の番組でも、女子力アップメニューを紹介されておりました。私は、今回の事案に関して、女子力という言葉が、何が男女共同参画の推進に対して問題がないとは言えないなのか、理解に苦しんでおります。先ほども申し上げましたが、日本海新聞の記事によりますと、野川副知事は、この件に限らず、普段見過ごしがちな言葉についても考えてみたいとコメントされたと報道されました。まず私にはこのコメントの意味がよく理解できません。また、今回の事例をどのように職員、県民の皆さんに、の研修に活用されるのか検討がつきません。私はこの事案について、もはや言葉狩りに当たるのではないかと考えており、今回質問させていただいておりますが、私の意見、また意見公表を受けての所見、そして、県は具体的にどのように対応されるのか知事に伺います。また副知事には新聞報道にあった発言の真意を伺います。そして教育庁には、今回の案件が問題がないと言えない事案だと受け止められ、倉吉市教委に対し何がしかのアクションを起こされるお考えなのか伺います。そして私はそもそもこの条例は、県の事業あるいは施策に対してのものであると理解しております。条例によると、推進委員会議の審査結果のレベルとして、勧告、意見公表、棄却、却下と4段階に規定されており、今回は上から2つ目の意見公表という形が判断がされたわけであります。この20年間に申し出があった件数は29件。審査結果は勧告が3件、意見公表23件、棄却2件、却下1件となっております。うち却下された案件は平成24年のサザンカ会館での乳幼児検診に関するもので、これは鳥取市の所管であるという理由で却下されております。私は今回の事案は倉吉市の施策に関するものであり、県の事業とは到底難く、あくまで倉吉市の所管案件であり、県の男女共同参画推進委員が裁定を行うことは越権行為ではないかと考えております。こうした案件は却下し、当該自治体に任せるべきではないかと考えますが、知事のご所見と推進委員会議が取り上げられた理由を伺い、壇上での質問といたします。次に、鳥取県男女共同参画条例の運用につきまして、何点かお尋ねが、ございました。この、推進委員 の意見公表についての、所見はどうかと、それから、本来は却下すべき、事案なのではないか。とうとう、何点かお尋ねをいただいたところであります。このスタミナ納豆の、事案につきましては当初の新聞報道と私も拝見させていただき非常に給食を盛り上げる、活動だったというふうに当時は思いました。それでその後これが、男女共同参画推進委員の方で、審議されていると。いう状況でその最終局面ですかね、事務的に私の方にも、説明に内部県庁内の方から、ございました。その時申し上げたのは
これは呉橋の問題ではないかと。で、学校現場で最終的には判断すべきものでしょうということを申し上げました。それからこれについて、多分本人たちは全然悪気がない、この女性ガールズバンドの方々ですね。で、そういう方々の善意でやっているようなことということもやっぱりあるんではないだろうか。で、それをどう考えるかは、それ学校現場がその曲を使うかどうかはご判断されたらいいことではないかと、こういうようなことをやり取りしたことを覚えております。で、最終的には意見の公表という形でまとまったようでございますが、その中にですね、注意して読んでいただきますと、これは県の方に研修を実施をしなさいと、強化しなさいと、拡充しなさいという趣旨の公表になってまして、で、それでこのことについての逃避自体を問題にしてですね、それでこれを使うなという勧告等にはなっていないと私は受け止めました。ですから、その辺はある程度考えられながら動いておられるのかなというふうにも思ったところでございます。これは勧告ではない意見の公表でありますので、推進の皆様のいわばご見識を述べられて、それを参考に関係者が努力をするというものだと思います。却下されなかったというのは、おそらくですね、推進の ロジックからしますと、これは、倉吉の問題ではなくて、県の方で研修を実施しなさい、指導しなさいという話だったから、県の方の事務、仕事であるということでのことではないかなと思います。それで勧告ではないけれども意見の公表という形で、考え方を示した、ということではなかったかなと思います。この男女共同参画推進条例でありますけれども、これは今議員もおっしゃったように、実は議員立法でございまして、当時は県議会自民党や会派審から提案が出されまして、執行部案も出させていただいたんですが、最終的には議会の方で一つにまとめられた、その結果をですね、条例案として最終的には審議をされ可決をされたというものであります。当時の流れからして、こういうオンブズマン制度というのがありまして、先ほど浜田太子議員の当時の発言のお話がございましたが、そういうオンブズマン制度という行政から独立した存在としてものを言う方々をあえてセットするという形のものでございました。ですから、それは今でも踏襲されているわけでございまして、オンブズパーソンの皆さんの考え方、それをいわば独立した立場で県の方に勧告あるいは意見を表明してもらうというものでございまして、今回もそういう客観的なお立場からそうした見解を取りまとめられたものだと思います。もともとそういう条例の中で設定されたご意見でございますので、それについては私どもも尊重する責務を負っているところでございますが、いろいろとですね、今後そうした内容につきましては適切にフォローアップをするということになるのではないかと思います。ただ、それは決してこの歌を使うなというようなこと、さっき検閲でお話がありましたが、そういうことは一切私どもはやる必要はないし、その旨は実は事務局の方には私も明確に申し上げています。ただ、研修をやりなさいというその結論だけはですね、結局出てきたものですから、そういう研修というようなことなら、県の方でどう考えるのかなと、そういうようなことでですね、その辺が一つの、悩みどころかもしれませんが、ただそういう意見の公表がございましたので、それを受けて何らかの対応をまた事務ベースでも考えていくことになるのではないかと思っております。野川副知事。私には新聞報道にあった私の発言の真意ということのご質問でございました。
この問題につきましては男女共同参画推進員の方から、私が報告を受けるにあたってですね、まずもって思ったのはこの女子力ってどういう意味なんだろうということでありました。この女子力という言葉でありますけれども、10年も前から使われていたというふうに議員もおっしゃいましたが、それも少し驚きであったわけでありますけれども、この女子力、歌詞の中に、筋力もつくし女子力も上がると、そのように、対の関係にあるのではないかというような推進さんのご指摘であるとか、またこの女子力という言葉だけでもですね、言葉を取って見てだけでもその、いろんな使い方使われ方があって、いい言葉と思う方もいれば嫌だなと思う方もいらっしゃるわけでありまして、そのような点を5回の審査にあたって、推進の方々は慎重に審査をされたというふうに私は考えております。鳥取県の男女共同参画推進条例にもの規定に基づきます、実は県の広報物のガイドラインをこれを作成をいたしております。私も報告を受けたときに、推進の方々がおっしゃることは正直なるほどなと思ったものですから、この機会にガイドラインに沿って点検をしてみる必要があるのではないか、そのように思い発言をしたものであります。それが私の真意でございます。以上でございます。答弁を求めます。山本教育長。松田議員の一般質問にお答えを申し上げます。はじめに新型コロナウイルスへの学校の対応に関連しまして、県立学校の食堂のエアコンにつきましてお尋ねがございます。これにつきましても、先ほどお話しありました、今後どうなるかは分かりません。そうしたことには常々日頃から備えておく必要があるだろうというふうに思っておりまして、こうした感染状況によってそれに伴って学習の進捗に影響があるような場合につきましては、出題範囲の変更なども必要になる場合もあろうかというふうに思います。そうしたことを含めて市町村教育委員会あるいは中学校の現場などとも緊密に連携しながら引き続き検討を行い、受験生あるいは保護者の方々がお困りにならないように早めの周知などを含めてしっかり対応してまいりたいと考えております。最後に男女共同参画のこの度の推進員の意見を受けて、倉吉市に何かアクションを起こされる考えなのかというお話でありました。この CD をこの度教育委員会の方で各学校に配布をされ、流すか流さないかは学校長の判断というようなことであったというふうにお伺いしておりますが、そのこと自体に県教委の方でですね、何か意見をするという立場にはないわけでございまして、特にこの度のことを受けて倉吉市にアクションを起こす考えはございません。以上でございます。それでは3点目の男女共同参画条例の件について、再質問させていただきたいと思います。先ほど知事も言われましたけれども、この、条例ですね、平成12年の12月議会で、の12月26日、私の誕生日なんですけどもね、交付されたんですけどね、20年の27歳、結婚したばかりで、いろんな意味でこんなことになるとは思ってなかった頃でございます。いいんですけど、自民党会派新執行部の3案を出して、要はガッチャンコしていいとこ取りをしたということで、当時、これ資料いただいたんですけど、担当課に自民党が一つだったんだなというふうに一つ安心したところと、だから20年前ですから、福間先生と伊藤先生と佐伯先生、おそらくこの議場にその3方だけじゃないかと思います。一口いらっしゃったからね。ということで、その後、改正等々を踏まえて、今日に至っているというところでございます。で、そんなことないですよ。はい。先ほど知事の答弁ありましたけども、私、そんな率直に聞いた感想が、知事としては問題ないと思っていらっしゃる、この言葉を使うことについてどうこういうつもりはないというふうに認識しましたが、
それでいいかということを確認が1点と合わせてですね、今回取り上げるにあたって、多くの女性の方に意見を聞いてみましたが、ほとんどの方が何が悪いの、意味がわからん、生きにくい時代になったねというものでありました。その中で唯一ね、プレッシャーに感じる人もいるかもしれないと言われたのが尾崎議員1人です、私が話を聞いた中で。ただね、うちの娘に至っては、くだらないと吐き捨てておりましたけれども、これも報告しておきます。そして合わせて、質問が当たりまして、同僚の倉吉市選挙区の選出にですね、川辺議員にお世話になりまして、倉吉市教育委員会の教育長さん、事務局長さんに直接お会いしました。またそして曲を提供されたご本人のお話もお電話で伺いましたが、倉吉教育委員会としては、非常に、正直言って非常に怒っていらっしゃいまして、何が悪いんだと、なんでこんなこと言われる筋合いがあるんだというふうに言われていました。そして CD の回収ですけれども、これはこういった案件、通知があったから一旦回収しただけだというふうに言われております。そして歌詞の要求変更についてですけれども、新聞では倉吉教諭は、ガールズバンドに対して歌詞を変更してくれと言ったって書いてありますが、そうではなくて、こんなことになっちゃったんだけど歌詞の変更ってできたかというふうなニュアンスで伺ったということでございます。併せてガールズバンドの方お話しましたけれども、本当に、非常に言葉を選んで、お話されましたが、印象は変なことになってしまって非常に意気消沈されているという印象を受けました。要は非常に傷つかれておるなというふうに私は感じました。そして今現在ですね、変更、歌詞の変更を自分たちでしたということで、そのレコーディング作業を行われているということでございます。ちょっと今回議会取り上げるから待ってくれというふうな話はしております。それで反響なんですけれども、倉吉市の教育委員会に対しては全国から電話やメール、またガールズバンドに対しては主にネット上における誹謗中傷、また議論を吹っかけられるというようなことがありまして、午前中の常田議員の話もありましたが、こういったまさに実害も出ております。そしてこの件について、内閣府の男女共同参画局に、今回の事案に対する見解を聞いてみましたが、コメントできないということでございました。私は、さっき知事としてはどうこう言うつもりないというふうに言われましたが、やっぱりやや行き過ぎな反応じゃないかなという印象を持っております。倉吉教諭の言葉をお借りしますと、乱暴だという印象も持っております。例えばですよ、いろいろ調べてみましたけれども、先ほど副知事は広報のガイドラインをこれか、見直してみたいと言っておられましたが、新聞記事、日本海新聞だけ遡ってみましたが、鳥取県警、米子署にはチーム女子力という、女性の職員さんの、署員さんのを組織する会があり、いろんな活動をされている。これは先ほどの商工会になりますけれども、川原持ち寄せ佐治の商工会、南商工会ですか、外国人観光客らを呼び込むと、2017女子力アップツアーを行った。またガールスカウトさんも、魚をさばく、体験事業において、女子力を伸ばすスカウト活動の一環としている。とこれ、ちょっとなかなか面白いのが出てきたんですけども、がんの検診受診率向上を目指す市町村という記事で、これも日本海新聞です。効果的一歩手探り、一手手探りか。でね、これ、南部長さんなんですけども、乳がん、子宮頸がん検査は、女の美祭りと銘打ち、検診以外にビューティードリンクのシーンや女子力アップコーナーを併設、男性は男の肉祭り検診、贅肉から矢印筋肉への一歩を踏み出そうと歌ったことを、これ、ちょっとだいぶ前、2016年というのをされています。今回の、判断によりますと、このやつなんか全く即刻、韓国の事案になるんじゃないかと思うわけですよね。でね、ここにもいろいろ調べてみました。議会に戻ってみますと、平成27年の2月定例会3月3日、女子力活用先進権としての鳥取県を目指してという質問を浜田太子さんがされています。同じ議会では、上村忠文先輩も女子力の活用についてと質問されている。
もう一個言えば、今日は私ですね、女子力何回も言ってますけれども、私も共同参画についての理解が不足しているから、研修を受けないといけないんでしょうか。私はね、条例の運用について、いろいろ考える時期に来てるんじゃないかと思っております。合わせて、議事録、ちょっと同僚に配っておりますが、見ますに、やはり推進員さんの、思いがちょっと強いんじゃないかと思いました。ついては、人員の数ですね、あるいは人選、そして、もう一個何だっけ、事務局のあり方ね、これも考えるべきじゃないでしょうか、いかがでしょうか。答弁を求めます。平井知事。松田議員から重ねて、男女共同参画の事案につきまして、お尋ねがございました。ご指摘された歌については、先ほども申し上げましたとおり、私は特にそこに言葉を差し挟むものでもございません。当時、私も事務局の方からですね、説明いただいたときに、これがその歌をやめなさいとか、そういう立場ではうちはないだろうと。でまたいろんな考え方が多分この歌の中に入ってて、実際新聞でも取り上げられて、非常に熱心なですね、ガールズバンドの皆さんが給食を盛り上げよう、子どもたちに栄養をしっかりとってもらおう、さらには一人一人の個性があっていいんだと、そういう訴えかけをするがための歌ということでもありますので、その辺を使うか使わないかは県が口を差し挟むべきではものではないと、こういうように申し上げたわけでありまして、今もその考え方が変わってはおりません。これについてはその後の経過のお話がいろいろとございましたけれども、先ほど申しましたように、これオンブズパーソンの制度でありまして、第三者が行政に対して中立的にものを言うと、でその第三者が直接住民の意見を聞くと、苦情を受け付けると、でそういう仕掛けなもんなわけであります。したがいまして、私たちそれのいわば意見の公表を受けた受け止める立場として、その内容の討議について、とやかく申し上げることは、絶対に差し控えなきゃいけない立場でもあります。ですから我々の方ではこうしたことについてですね、適切な運用をしていただきながら、私どもも、その、ご意見を参考にさせていただき、今後の行政に努めていくというように考えているところでありまして、そのようにご理解をいただければいいのではないかなと思います。なお男女共同参画推進員の構成等、あるいは事務局がというようなこと等につきましては、これは相当当時突っ込んだ議論がありまして、松田議員がそんなにお若かったとはちょっとびっくりしましたけども、私も年取ったもんでありまして、当時こちらにやってきてですね、委員会にも私入ってまして、で鉄永議員だとか今は亡きですね、そういう方々が中心になって調整をだいぶ汗をかいてやっておられたところでございました。そして壇上でそのみんなで取りまとめたですね、この推進員のオンブズパーソン制度、これを取り入れたことのその意義等について、ここでは浜崎義弘議員が提案理由を説明されておられました。それぐらい重みのある条例でございますので、ぜひ議会の各会派でご意見があればですね、議論していただければというふうに思います。私どもはどちらかというと勧告等を受ける立場でございまして、我々がこういう制度がいいということを申し上げるのは僭越かと存じます。はい、8番松田議員。知事、しっかりとよろしくお願いしたいと思います。議会でまたということでございましたので、会派でちょっと検討したいと思います。以上でございます。ありがとうございます。本日の議事日程はすべて終了いたしました。これをもって